最新情報ながらでキャッチアップ、ラジオ感覚放送毎日エダベです。おはようございます。サーバックスの加藤です。毎日たくさん流れるエダベレスのアップデート、電車に乗りながらご飯を食べながらちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。さて、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバオにて投稿お願いします。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は7月の15日、6件のアップデートがありました。一つずつ見ていきましょう。まずは一つ目。Amazon インタラクティブビデオサービスを発表。はい。Amazon インタラクティブビデオサービス IVS というサービスが新しく一般利用可能になりました。マネージドなストリーミング動画サービスということで、素早く簡単に環境セットアップできて、インタラクティブな動画体験を提供できるとのことです。ちょっとピックアップの方で後ほど詳細に取り上げていこうと思います。では次行きましょう。フルエントビットを用いたコンテナログの送信先として Amazon エラスティックサーチをサポート。はい。ECS とか EKS、あとは Kubernetes を自前で立てている人が、そのコンテナからのログをエラスティックサーチの方に送れるようになりましたよというアップデートになっています。で、送信にはフルエントビットを使用します。で、ECS を使っている場合には FireLens の方でフルエントビットを選択してあげることでエラスティックサーチへもログを送信することができるようになりますし、 EKS や自前で Kubernetes 環境を立ち上げている場合にはフルエントビットをデーモンセットとしてインストールをすることでエラスティックサーチへの送信が利用できるようになりますということです。はい、では次行きましょう。 Amazon コレット8U262 と 11.0.8 が利用可能に。はい、Amazon が出している OpenJDK のディストリビューションであるコレットですが、四半期に一度の重要なアップデートをリリースしましたということで、コレットの8と11の最新バージョンが、発表されています。コレットの8の方で JDK フライトレコーダーJFR ですね、が使えるようになったよというのと、コレット11で 32bit の X86 アーキテクチャの Linux をサポート、あとはコレット8と11の両方で Alpine Linux のサポートと ARM64 アーキテクチャへの最適化というのが新たに追加されたようです。ということでですね、コレットをご利用の方はアップデートの方もご利用いただければいいんじゃないかなと思います。では次行きましょう。新しい AWS パブリックデータセットが利用可能に。はい、AWS パブリックデータセットというのが、 AWS がですね、大量のデータを公開しているもので、パブリックデータセットプログラムっていうのに参加している研究所などがプロバイダーとして大量のデータセットっていうのを公開してくれています。で、まあ、なんかその研究所とかの方はデータ提供する代わりにデータセットのストレージ料金とかその転送料とかっていうのを AWS 側が負担してくれたりするみたいですが、このパブリックデータセットに新たに入手可能なものが増えましたよというアップデートが来ています。 COVID-19 関連のデータセットを含む23のデータセットが増えていまして、アメリカ国立がん研究所、マサチューセッツ工科大学、Amazon、国立再生可能エネルギー研究所などが新しくデータを追加してくれているようです。で、こちらで公開されているデータについては S3 の ARN が公開されているので、そちらから無料でデータを使えるとのことなので、もしですね、大量のデータが欲しいとか、こういった関連データが欲しいっていう方いらっしゃったらデータセットを見てみてはいかがでしょうか。ということで次行きましょう。新しいデジタルコースを発表。クラウドエンディアを利用した DR とマイグレーション。はい、2つの新しいデジタルコースが AWS トレーニングと認定のページに追加されました。で、内容としてはクラウドエンディアディザスターレクラウドエンディアディザスターリカバリーテクニカルトレーニングというのと、クラウドエンディアマイグレーショントレーニングテクニカルという2つが追加になっています。まあ、両方ともクラウドエンディアの使い方というか、学べるようなさ、コースになっています。で、DR のコースが90分ぐらい。で、マイグレーションのコースは2時間ぐらいの内容になっていて、どのようにセットアップして管理してトラブルシュートを行っていくのかっていうのが、セルフで、進められるご説明文、説明書と、あとは動画で、動画のデモンストレーションを見ながら学ぶことができるよという形になっています。
まあ、また AWS クラウドへの継続的なデータレプリケーションの方法とか考え方についても学べるとのことで、まあ、無料なので AWS トレーニングと認定のページに登録した上でご利用いただけるといいかなと思います。じゃあ次行きましょう。最後のアップデートです。 CDK パイプラインズのプレビューを発表。 AWS CDK アプリケーション向けの継続的デリバリー。はい、ということで CDK のコンストラクトライブラリーに新しい要素が追加されたよというアップデートになっています。ですね、AWS CDK のコンストラクトをまとめたライブラリーとして、まあ、コンストラクトライブラリーっていうのが用意されていまして、 AWS のエンジニアの方が作成した Well Architected なコンストラクトをまとめてくれています。まあ、AWS Solutions ライブラリーの CDK 版みたいな感じなんですけれども、こちらにですね CDK Pipelines というものが追加されました。でこれを使うと CDK を使ってコードパイプラインを利用した CD 環境を簡単に構築できるとのことで、まあ、まだプレビューではあるんですけれども、なのでプロダクションの環境とかではまだ使わない方がいいと思いますが、ちょっとお試しいただけるといいんじゃないかなと思います。ということで以上6件アップデート見てきました。ここからは新しいリージョンに使えるようになったサービスを確認するリージョンアップデート見ていきましょう。アフリカケープタウン、ヨーロッパミラノリージョンで AWS サービスカタログが、アメリカガブクラウドで Amazon セージメーカーデバッカーが使えるようになりましたというアップデートが来ています。ということで以上7月15日のアップデートでした。さて内容を確認してきました。今回は一番最初に取り上げた Amazon インタラクティブビデオサービスについて取り上げてお話ししていこうかなと思います。はい、メディア系のサービス、動画配信とかに使えるサービスっていうのが最近も結構ちょろちょろとアップデートが来ていたんですけれども、なんか久しぶりにでかいのがドンと来たなというアップデートですね。インタラクティブビデオサービス、マネージドなライブストリーミングソリューションとして素早く簡単にセットアップをすることでインタラクティブな動画体験を提供できますよというのが売りのサービスになっています。本当にセットアップ簡単で、もうすでにコンソールから触れるので触ってみたんですけれども、クリック数回とちょっと入力しただけで本当に1分足らずで環境が立ち上がるっていうものすごく便利なものになってました。でですね、今までってメディア系のサービスを使って配信を受け取る基盤で、それを変換する基盤、あとはさらに配信するための CDN の設定とかっていうのを、まあ、それぞれ個別のメディア、ストアとかメディアライブとか個別の製品として出ていたので、それらを組み合わせる必要があったんですけれども、今回のインタラクティブビデオサービスについては本当に数クリックするだけでそれらまるっと一括で立ち上げてくれます。でですね、課金体系も分かりやすくて、インプットに対しての料金、あとアウトプットに対しての料金だけになってます。環境自体に対しての料金は特にかかりません。でインプットアウトプットの、画質あと時間ですね、に対しての課金になっていて、例えばフル HD のインプットを入れると1時間あたり 2.0 ドルかかってきます。で、アウトプットについてはビューアー1人が1時間見た時にフル HD の画質だと 0.15 ドルなので、だいたい100人が2時間見てると30ドルぐらいアウトプットでかかってくるイメージですね。で、2時間なのでフル HD のインプットが入ったとしたら4ドルなので、まあ合わせて34ドル、だいたい2時間フル HD の放送するとそれぐらいの料金になるっていう感じですね。まあ EC2 とかなんかその裏側で立ててるメディア系サービス使うのに比べると、もしかしたら安めの料金なのかな、ちょっとごめんなさい、比較まではできてないんですけれども、まあ課金体験も非常に分かりやすいという形になっています。でですね、非常に簡単に立ち上げられるようだけだったらそんなに大したことないというか、それよりも先があるみたいなことがブログに書いてあってですね、その内容っていうのが、まず一つが超ローレイテンシー、ウルトラローレイテンシーな動画配信ができるよっていうふうになっていて、ブログには 2.3秒のレイテンシーで動画が配信できるよと、公式のドキュメントには5秒未満でのレイテンシーで配信できるよみたいなことが書いてありました。通常ね、僕も YouTube で配信とかやってるんでわかるんですけど、だいたい30秒くらいは遅延ってどうしても発生してくるのが普通なんですけど、5秒とかだいぶリアルタイムに近いレイテンシーを実現しているっていうのは非常に大きな点かなと思いました。ちょっと検証してみたいところではありますね。
はい、でまたですね、動画と一緒にメタデータを送信することができるっていうのも面白いところで、これを使うことによって例えば、ユーザーに投票をお願いするみたいなこととか、あとは放送内容によってこう字幕を表示したりとかってあると思うんですよね。あとなんか今話してるトピックはこれだよみたいなのを表示したりとかっていうのあると思うんですけど、ああいうのが簡単に実装することができるよっていうようなものになってます。でなんか実装自体も結構簡単そうで、 SDK の方になんかイベントのリスナーを登録してあげると、メタデータを送信する API 叩いたらメタデータ届いたよっていうのをそのイベントリスナーが検知してイベント発火して、まあ、いろんなことができるっていう形になっていて、まあ、投票機能とかっていうのは裏側は実際自分で作んなきゃいけないはいけないんですけど、まあ、逆に言えばメタデータの送信っていうかなりシンプルな機能に絞っている分、自由度はかなり高そうだなっていうふうに感じました。はい、なのですね、ちょっとクライアントを構築とかはもちろん必要にはなってくるんですけれども、まあ、そこさえできれば配信ライブ配信のプラットフォームを作る上でこれほど簡単にできてしまっていいものかっていう製品が出てきたなという感じでした。はい、ゲーム配信のツイッチと同じテクノロジーが使えるようになるよみたいなことが書いてあったんで、まあ、その辺の知見というかノウハウが溜まって出来上がってきたサービスなのかなとかも感じたんですけれども、はい、まあ、とにかくですね、ライブ配信のプラットフォームを作りたい使いたいって思っていた人はぜひ一度このアップデートを見てみてください。はい、試すのも非常に簡単なのでね、ボタン数回クリックするぐらいでできちゃうんで、はい、ぜひ触ってみてください。サーバーワークスでもですね、なんか可能だったらこれ使ってちょっと生放送してみたいなみたいな話とかをしているんで、まあ、もしかしたらそういう発表も近々できるかもしれません。はい、ということで今日の放送は以上にしましょう。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。また次回毎日AWSお楽しみに。ではでは。